私は今大丈夫？どこにいるでしょうか。息切れてる。なんと、はい、ご覧ください、猪熊通りです。そうだね、私は今、うん、この素晴らしい看板と一緒に、うん、一緒にツーショットを撮っています。よかったね。なんか今すごいおかしいね、うん、とてもかわいいよ。とても怖いことをしながらどうしたのゆいちゃん。こんな経験をすることになるなんて。ちょっと何してる。全身の震えが止まりません。その様子を写真に収めたいと思います。はい。あ、ちょっと位置の手の位置の指示をお願いします。ですね、あ、でもそれをもうちょっと自分の方に、あ、そう、いいですね、いいですね、はい、あ、いいですね。じゃあ今度はですね、赤信号になったら見られるよ。いいですね、先日の姿を。罰ゲームなの。はい、写真に。かわいいよ。収めました。撮れました。よかったね。撮れました。ゆみちゃん何やってるの。答えはこちら。ゆみちゃん、え、映ってた。脚立に乗って写真を撮るというミッションでございました。はい、そう、あのね、正直脚立降りても一緒に撮れることは撮れるのよ。それを言わないでよ。でも脚立に乗ったことですごいいい感じにゆみちゃんの手に猪熊通りが乗ってました。ありました。猪熊通りとゆみちゃんでした。はい。日本に来て3年、長いようであっという間だったね。いろんなことを思い出しました。アリスと出会った日、高校生活の3年間、そうしたら涙より笑顔の方が出てきちゃいました。あのね、シナ、実は。ここが京都で有名な奈良公園ですか。金閣寺と金髪ってご利益ありそう。私はアリスという名の世界遺産に釘付けですよ。神社とお寺って何が違うんだっけ。この大仏様は夜になると奈良の空を飛びパトロールするで。私たちが友達になるのは運命だったんだね。私とアリスは小さい頃からずっと一緒、きっと来世も一緒なのです。なんとなくだけど、これからも仲良くしていくんだろうなって。この道を通るたび思い出すのね、この輝かしい日々を。日本とイギリスって思っているほど遠くないんだよ。私たち考えてることは一緒だったんですね。劇場版